ゲーム大好き女子高生の霊夢だよ。五目並べを始めるよ。立夏だよ。霊夢ちゃんの家に遊びに来ているよ。霊夢ちゃんがゲームをやっているところを観戦するよ。まずはレベル2から。なお、霊夢はゲームが好きだけど決して上手いとは言っていないからね。そこんとこよろしく。霊夢ちゃんは高校の白だよね。うっす。自信のほどはどう？レベル2なら多分いけると思うけど、油断すると普通に負けることあるよ。戦略はありますか？あるわけない。なんとなく出たとこ勝負だよ。あ、斜めに4つ並んだね。両端が空いた状態で4つ並べばもう勝利確定だね。さすがにレベル2は勝ててホッとしているよ。次はレベル3に挑むんだね。レベル3の勝率はどのくらいなの？5割くらいかな。あんまり勝てない。また霊夢ちゃんが白だね。ちなみに先攻、後攻、黒、白はコンピューターがランダムで決めてるよ。どっちが有利とかあるんですかね？あ、黒が斜めに3つ、そして4つ並んだよ。気づいた時はもう手遅れでした。負けたでー。元気出してね、霊夢ちゃん。このままじゃ終われんぞ。同じレベルで再戦じゃこらー。頑張ってね、霊夢ちゃん。また白かよ。今度は少し奇策を仕掛けてみる。真ん中から離れたところに置いたね。これにはどんな狙いがあるの？特にないよ。なんとなく気分を変えただけ。定石とか全くわからない。そういえばこの前、コンビニで買ったヨーグルトが美味しくてね。なんてやつ？名前はなんだっけ？フルーツがいっぱい入ってるやつなんだけど。あ、なんか防戦一方だ。あ、上が揃っちゃう。負けました。頑張ってね、霊夢ちゃん。いや、皆さん、後から言われればわかるんですけどね。あそこに打てばいいとか、やってる間はなかなか難しいんですよ。負けないで、もう少し。最後まで、走り抜けて。久しぶりに先行だ。やってやるぜ。真剣に悩んでる霊夢ちゃん素敵。いや、これガチだからね。あ、勝ったかも。斜めに4つ並んだね。やったね、霊夢ちゃん、すごいすごい。ふう、手強い相手だったぜ。それじゃあついにレベル4に行くよ。レベル4の勝率はどれくらいなの？実は記憶の範囲では勝ったことがない。もしかしたらものすごく昔勝ったことがあるかもしれないけど、最近またやり始めてからは一度も勝っていない。歴史的な戦いだね。新記録を打ち立てるぞ。そこだった。負けました。何の成果も得られませんでした。相手も強いからしょうがないよ。チャレンジする姿勢が大切だよ。何度でもやり直すぞ。早送りしたい人はしてくれや。そういえばこの前のチンキンでね、なおちゃんが宇宙人みたいな声出してたよ。なんじゃそりゃ、どんな声なの？ブクブクとか、あーとか。視聴者と生電話をつないでやってた。あ、負けたわ。仕方ないね。なんかお腹空いてきたわ。アーモンドフィッシュでも食べながらやろっと。立夏ちゃんも食べる？あげるよ。ありがとう、アーモンドフィッシュ大好きだよ。小学校の時の給食でたまに出たよね。霊夢の記憶が確かならば、なんかラグビーとかサッカーとか、ホッケーとか、いろんなスポーツの道具を身につけた人が、体を強くするカルシウムとか言ってるデザインのパッケージだった気がする。くくってみたら、なんか出てきた。万能くん、だって。そうそう、それそれ。それ覚えてるわ。
白熱してますね。ここまで接戦。接戦を落としたくない。なんと互角って感じだね。両者譲らず。近年まれに見るもつれ具合。あ、一個ずれた。あ、これはもうダメだーダメだー。延長12回でショートがトンネルエラーでさよなら負けじゃい。名手にもエラーはありますからね。くそったれめ、もう一挙やるぞ。頑張ってね、霊夢ちゃん。そこだった。遅いよ、遅いよ、もう遅いよ。でも今回は傷口が浅くてよかったじゃない。あっさり負けたぜ。ああ、もうダメだ、気持ちが切れてる。負け癖がついてしまった。泥沼じゃ。勝つってどうやって勝つんだっけ。最後に勝ったのが昔すぎて勝ち方を忘れてしまった。連敗中はそんなものだよ。でもサッカーも野球も永遠に負け続けるチームはないから、元気出して。明けない夜はないよ。ヤクルトだって2021年は優勝したんだから。あんなに弱かったのにね。あ、また一個ずれた。くそったれ、不器用だから、画面タッチがうまくいかず、一個マスがずれるんだよ。不器用でもいい。大切なのは熱いハートだよ。を防がないと。わあ、もうダメだ。俺はもうダメだ。俺はもうどうしようもなくダメだ。もうダメだ。頑張って、霊夢ちゃん。諦めたらそこで試合終了だよ。あ、四つ並ばれた。もうダメぽ。もうダメだー。おら死ぬだー。元気出して、ね。ほら、粒餅ピーナッツあげるよ。バリバリ食べるだー。
あ、まただ。なんか来た。やったじゃない、霊夢ちゃん。勝ったよ。勝ったんだよ。AI が謎のエラーをしてくれたわ。すっげーバカ。おめでとう、霊夢ちゃんの諦めない気持ちの勝利だね。ま、勝っても喜びすぎず、負けても落ち込みすぎず、やっていきますよ。シーズン長いんでね。それじゃあリッカはそろそろ帰るね。また学校でね。バイバイだよ。バイバイ金玉シワシワー。